暗くないですかね、大丈夫ですね。どうなんだろう、まあ、約1年前くらいに夏の時にピン、多分ピンクしたしてもらったんですけど、またあの表参道のアンクに来て、アワビさんに今回もお願いしたいと思います。よろしくお願いします。あすいません。さあ、はい、じゃあ今日はどんな感じでいきましょう。いや今回ツートーンしたくて、おいおいおい、うん、ダメージがね怖いよね。やばいですかやっぱ、うん、結構なんかもうちょっとね切れ毛が、まだ切れ毛あります。まだ伸びてないかちゃんと、いやここら辺は多分大丈夫なんだけど、はい、ここから先がさ結構ブリーチ毛だからまだやばい。いや、その前回と同じ感じの、あのすごいコメントね、ファンの方から、うん、そうどういう感じでオーダーしてるのか聞いたみたいなのがたくさんあったんで、今回動画を撮ってます。なるほど。1年前もでも結構喋ってましたけどね、っていう動画で。あれ富士急とか行かない、行ったことある？私ですか？え、ないです、ないです。本当？絶叫無理なんで、多分死んじゃいますね、あんなの。怖いですよね、絶叫。皆さんどうですか？えぇなね、なんかね、なんでなんだろうね、あれね、絶対死なない、死なないじゃん。え、死ぬわけじゃないじゃん。死ぬわけじゃないの？死ぬわけじゃないのは分かってるんだけど、うん、なんかね、死を覚悟するんだよね。そうそうそう。え、乗ったことあるんですかね？あるある。あ、え、ね、なんか怖いとか言いながら乗るんですよ、毎回。乗せられてるんですよ。あ、乗せられてるんだ。ディズニーでもそうですよね。かわいそうよ。僕はね、ちょっとランド行きたい、ランド行きたいと思ってますけども、はいはい、一緒に行く人はみんな絶叫好きなわけです。絶対 C がいいね。そうそう、ランドなんかおもんないやん、子供向けでしょみたいな。でも大人になると C に行きたいになるんだ。そうなんですよね。すごいな大人は、ね。まあ、恋愛に関してはね、意外と語るよ。あ、どういう感じで語るんですか？例えばさ、はいはい、価値観の違いなんて。語り始めた。俺の中で大事なのは価値観がドンピシャなのももちろんいいんだけど、はいはいはい、価値観が違っても許し合えるぐらいのね、はい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 、なんか人を許せる心といいますか。まあそういうのがあった方がいい、はい、あった方がいいんだやっぱ。価値観が合うねって人よりもちょっと違うけど、はい、まあ、お互いのねそこに興味を示し合ってくれるところ、いやすごい深い、そういうところを大事にしていきたい。確かにね、最近気づいたことで、何ですか、いろいろ価値観が合いすぎて、あ、合ってるんだ、ね、価値観の合ってるところどこを教えてあげようか、はい、そう、部屋めっちゃ散らかす。そこそこ、あ、でも合いますよね。なんか綺麗好きな方とね、ま、バチバチになるよりかは。一回ね、そのね、はい、ちょっとまあ話し合いがあったわけですよ、まあ、飛行機到着かかるかって。はいはいはい、認知します、うん、はい、お願いします。ここら辺までだ、ね、金髪すごい綺麗ですね。本当ですか？え、どのくらい金髪してるんですか？え、もう1年以上ずっと。あ、え、すごっ。マリさん、マリさん、はい、これを金髪っていうのは田舎もんだぜ。え、なに金髪じゃない、白か。ブロンド、ブロンド。あ、ブロンド。ねえ、金髪って言うでしょ。言わないね。言わないの、うん、今の気は。今の気はブロンドって言うんですか？金髪っていうのはおばあちゃんだよ。あ、そうなんだ。実家、実家。そんなことはない、ないよ、ない。わかんない、ちょっと曖昧になってるからブロンドのかもしれないですね。ここ使ったらあかん、叩かれるから。あ、ダメなのか。おばあちゃんに低評価つけられる。あら、周りが明るすぎてなんか明るい方が可愛いのかなとか思っちゃって、まあ、どうせまた黒くするんですけど、ね、夏終わったら、どうせ秋になったらね。今の一生金髪なんか夢のまた夢ですよ。また夢のまた夢ですよ、本当に。ねえ、なんとかしやってくださいよ、市長。お願いしますよ、本当に。ちゃんと入るかな。乾かして赤になりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ここからね、ステイつけてきますけども、頑張ってカラーしていただいていく、ステを今からつけていきます。いきます。超久しぶりだね。何の久しぶりですか？イメチェンス。あ、いや確かに、ね、だって去年のなんかもうピンク
やりたいとか思ってたけど、うん、もうできないじゃないですか、うん、あんな綺麗なピンクなんて、うん、めっちゃ良かったんで、あのその動画も良かったら見てみてください、皆さん。そうだよね、あの時に言ってくれてたもんね、うん。もらいました。行きましょう。すごい超ロング、いい感じ、いい感じですね。もうなんか地毛となんかそのエクステの境目が分かんないくらい超綺麗な色にしてもらいました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあここからね、はい、ここからカットしていきましょう。いや、そうですね、カット。今回はいつもオーダーしてるのはなんて、どこら辺とか、まあそうだね、一応レイヤーカットではあるんですかね、ウルフに近いような感じで、うん、結構きつめにね、顔まで入るやつだそうです。はい、私のレイヤーは、はい、でまずベースの長さから、はいはい、どのあたりで、こんくらいにしようかな、胸の下らへん、はい、あんまりね、長すぎるとね、ちょっとバランスが悪くなりやすいいうことなんで、意外と、うん、一番下のね、長さ自体は、うん、そんなにめっちゃ長すぎない方が、うん、あんまりとのつながりね、綺麗に、作りやすい、うん、結構しっかりめに欲しいって思う。そうですね、前回みたいにお願いします。レイヤーはしっかりめにいつも入れてもらってます、うん、ではでは、はい、入れていきますよ、はい、まあ、エクステとね、地毛だとね、そのレイヤーの入れ方が変わるから、ね、はい、うん、どういう違いが出るんですか。なんか、そのエクステだとレンガ状についてるから、うん、なんかそのね、地毛のレイヤーカットとかだとこう引き出したりとか、うん、なんかそのね、上にこう引き出したりとか、はいはい、なんかいろんな切り方で作ってくる。これをやっちゃうと、まあ、部分的にね、ぽっかり穴が開いちゃったりとか、事故につながりやすい、うんうん、一応基本的には、はい、下ろした状態で馴染みがついてるから、はいはい、下ろした状態で切るイメージで作る。で最終的に表面付近をちょっと軽く削ったりとか、この下の長さが消えないようにみたいなので上を軽くするだそうです、っていう感じで作っていきます。レイヤーのね、毛先も重くするか軽くするかっていう、まあ一応そういう問題もあるので、どっちかというか、なんか覆う方が主張は結構してる、うん、このね、布自体だそうです。なんか厚みがあった方が、その巻いた時にね、ボリュームになりやすい、うん、なんかボリュームは結構みんなね、出したがる人多いんじゃないかなっていう、はいはい、イメージかな。これで毛先を動かしてみます。はい、基本的に、ね、顔前のレイヤー部分と毛先の質感を揃えた方がいいので、黒からだいぶ目線ね、うん、目線して今年の夏もまた楽しみます。目線目線、みるみる自然になりましたね。ここまで来た前髪は？そう、早い。これはもうオーダー多いからね。オーダー多いからね。はい、どうぞ。どうかな。さすがです。お、すごい。オッケー。はい。ありがとうございます。はい、大丈夫です。よし、うん、できました。できた、うん、ちょっと俺じゃあ、うん、仕上げちゃうかな。はい、前髪やっちゃって、はい、はい、
ち巻きでいいのね。はい、はい、簡単だよね、でもね、これ。うん、そんなコテ一つでね、できちゃうんだよ。アイロン一個もコテって入れるだけでね、うちうち入れるだけ、ね、早すぎる。このアイロンは慣れたの？このスタイリングする。慣れました、超余裕。余裕です。可愛いけどなんかさ、レイヤー入ってるんだけど結構。そう、なんかお上品な感じ入ってますよね。素敵。みんなぜひ見てね。前髪重いのに、うん、ここら辺は軽い。そうそうそう。オッケー、終わり。やった、ありがとうございます。よかった、よいしょ、できました。天海さん、今回も素敵な髪型にしてくれてありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとうございます、はい、動画の時はそんな真面目なの？え、真面目になっちゃう。真面目じゃないみたいな言い方やめてくださいよ。あれね、あれね。ありがとうございます。では、天海さんのインスタもSNS とかも、ね、概要欄に載せておくので、そちらもチェックよろしくお願いします。お願いします、ね、はい、予約もたくさん皆さんあるんで、クセとかね、気になる方はチェックしてもらえれば、はい、日々ね、更新させてもらってるんで、うんうんうん、チェックして、ね、DM とかでも全然、ね、うん、質問とか、そうだね、いつも受け止まってますんで、うんうん、営業中以外だったら返信可能です。可能です。はい。です。いや、今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、グッバイモンモン。